ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ちゃお。さあ、今日は一体どんな解説をしてくれるのかしら？今回の解説は、これだ。大企業アカウントのツイッター大炎上事件6選。それでは解説お願いします。ではでは、ゆっくりしていってね。ねえ魔理沙、宣伝の一環で公式ツイッターを運営する大企業が増えたけど、それと同時に大炎上するケースも増えたと思わない？確かにな。バズりたいあまりに、超えちゃいけない一線を超えて大炎上するケースが後を絶たない。企業アカウントってツイートする前に何十もチェックされてるはずなのに、なんで炎上を防げないのかしら。そもそもそういったチェック体制が整っていないところも多いようだし、過去にちょっと攻めたツイートをして、それが受けたっていう経験から、あのツイートがいけるならこのツイートも大丈夫なんじゃないか？って感じでちょっとずつエスカレートしていってしまうのかもな。過去の成功体験が炎上へのレールを敷いてしまっていたのね。私も炎上しないように気をつけたいから、企業アカウントがどんなツイートをして炎上したのか教えてよ。まずは泣く子も黙るディズニー公式ツイッターの大炎上事件から。え、あのディズニーがやらかしてたの？ディズニーがやらかしたのは2015年のことだから、記憶にない人も多いかもな。あら、結構昔のことなのね。2015年8月9日、ディズニー公式ツイッターは不思議の国のアリスのイラストと、共に、何でもない日おめでとう、とツイートをして大炎上した。え、なんで？なぜなら、2015年8月9日は長崎に原爆が投下されて70年目を迎えた日だったから。おう、ディズニー公式は単純に本国アメリカのツイートをあやくしてつぶやいただけなんだが、原爆が投下された日に何でもない日おめでとうはさすがにアウトだった。完全にタイミングを間違えたわね。ディズニー公式がこのツイートをした瞬間、日本国民をバカにしているのか、何万人も殺された日なのに知ったことではないということか、とツイッター民が大激怒。ちなみに何でもない日ってどういうこと？問題はそこだよな。霊夢は不思議の国のアリスについてあまり詳しくないだろ。あんまり。不思議の国のアリスには、お誕生日じゃない日の歌という劇中歌があって、ベリーメリーアンバースデイトゥユー、というフレーズがあって、日本ではこれを、何でもない日おめでとうと訳してるんだ。直訳すると、お誕生日じゃない日おめでとうになるけど、そう。それを日本では、何でもない日おめでとうと訳してるのさ。なので、アメリカ本国も日本も、日本に喧嘩を売ってるわけではないんだが、すでに激怒している人々にそんな説明をしたところで通じるわけがない。ディズニー公式は該当ツイートをすぐに謝罪し、不適切な表現があったことを謝罪した。内容は悪くないのに、純粋に出すタイミングを間違ったってわけね。そういうことだな。もしも担当者の方がつぶやく前にニュースをチェックしていれば、平和記念式典がやっていたはずだから、そこで気づけた、かもしれないな。ちなみに広島に原爆が投下された日はどんなツイートをしてたの？同年8月6日は、アナと雪の女王のオラフのイラストとともに、初中お見舞い申し上げます。というツイートをしていた。こちらのツイートは、8月9日のツイートが炎上してから、改めて過去ツイートが掘り起こされて叩かれた、って感じ。ということは、こっちのツイートは最初は別に炎上してなかったんだ。そういうことだね。広島原爆投下日の、初中お見舞い申し上げますはセーフで、長崎原爆投下日の、何でもない日おめでとうはアウトだったのね。校舎の方はお祝いコメントだったのが日本国民の金銭に触れたんだろうな。なるほどね。でもこうやって並べてみると、炎上のラインって想像以上に曖昧ね。企業アカウントが知らぬ間に超えちゃいけない一線を超えてた、っていうのも、わかる気がしてくるわ。お次は楽天トラベルの大炎上事件を紹介しよう。今度は楽天会。楽天トラベルの公式ツイッターがやらかしたのもディズニーと同じ2015年のこと。炎上のきっかけは、5月18日にアーティストの柴田純さんがつぶやいたこのツイート。楽天に公式でブサイクと言われちゃったかっこ涙。ブサイクなんてわかってますけど、私にだって良いところがちょっとはあるはずって信じて生きてきたんだけど、悲しいですね。え？どういうこと？楽天トラベルが柴田純さんにブサイクって、リプライしたってこと？その通り。楽天トラベルはこのリプライをした数分後に削除したようだが、柴田さんにキャプチャー画像を撮られてしまい、この事件が発覚した。これがその証拠のキャプチャー画像だ。うわ、マジやん。楽天トラベルは、どうやら柴田純さんのメイク中の自撮り写真に対して、ブサイクとリプライしたようなんだ。なんで企業アカウントがアーティスト個人にそんな意味不明な攻撃を？柴田純さんのツイートから約13時間後、楽天トラベル公式アカウントから、柴田純さんのツイートに対して公の場で謝罪が行われた。その際、現在、なぜこのようなツイートが発生したのか調査しております。
となぜこの投稿が行われたのか、原因を調査していることを報告した。これにネットでは、ちゃんと管理できないなら、企業はツイッターやめた方がいいですよ。個人で言うならまだしも、一企業が使う言葉じゃないだろ。といったコメントで溢れた。そりゃそうだで、こんな事件が起きた原因はわかったの？いや、結局のところ原因が何だったのかは公には明らかにされていない。おそらくリプライをする際に企業アカウントと個人アカウントを間違えたんじゃないか？なるほどねー。って、いやいや、そもそも個人アカウントでも、他人に対して不細工はダメでしょ。ほんとそれな。おそらく楽天トラベルのツイッター担当者は、日頃から自分のアカウントで有名人に誹謗中傷をしちゃうような人間だったのかもな。それでいつもの癖でついついやっちゃったのかしら。その担当者の人間性が終わってるのは置いておいて、楽天トラベルともあろう大企業が、公式アカウントでツイートする内容を、事前確認してないことに驚きだわ。運用に関しては担当者にかなり大きな裁量を与えていたのかもな。こんなリプライ、一人でもツイートを確認する人がいれば絶対防げたのにね。間違いないね。なお、楽天トラベルの公式ツイッターアカウントが柴田純さん関連のツイートを、お気に入り登録していたことも発覚。一企業が柴田純さん関連のツイートをお気に入り登録してるってのも変な話よね。楽天トラベルの公式アカウントは担当者によって私物化されていた可能性が高いな。そう考えた方が自然かもしれないわね。その後、楽天トラベル公式アカウントはツイートの投稿を一切やめ、そのまま2018年12月25日にアカウントを年内に閉鎖することを発表。この炎上事件以降はつぶやくことなく、そのままアカウント閉鎖しちゃったんだ。そういうこと。それが正解だったのかもしれない。お次はキリンビバレッジの大炎上事件を紹介しよう。ほう、キリンさん。キリンビバレッジは2018年4月26日、公式ツイッターでこんなツイートをした。4月は出会いの季節、ですが、皆さん新生活には慣れましたか？皆さんの周りにいそうな、ハッシュタグ午後系女子をイラストレーターの、坪ゆりさんに、書いてもらっちゃいました。確かに、私の周りにもいる。かも。このツイートには特に問題は感じないわね。問題はこの後ね。皆さんの周りにいそうな、ハッシュタグ午後系女子、と題して、4つのイラストが投稿された。モデル気取り自尊心高め女子、ロリもどき自己愛沼女子、仕切りたがり空回り女子、友達依存系女子、これは、辛口コラムニストがやる分には受けるかもしれないけど、企業アカウントでやることじゃないわね。まさにそれ。実際、午後の紅茶を買ってる女性をバカにしてるようにしか見えない。顧客を悪く書いて何が楽しいのか。イラストを見て不快になり正直書いたくなくなりました。女性を物化し、批判し、バカにしている広告ですね。といった不買を表明する声が相次いだんだ。そりゃあそうなるわよねー。ちなみにこのイラストを描いた坪ゆりさんは、もともとシニカルなタッチで、女性を描く作風が特徴的なイラストレーターだ。つまり、坪ゆりさんは元からこうしたテイストの絵を描いてたってことよね。でも、彼女はキリンから依頼された内容に沿って描いただけだから、別に彼女に非はないわね。そうだな。問題はそんな依頼をしてしまったキリンビバレッジ側にある。さっき霊夢が言った通り、このイラストが企業案件から離れた。イラストレーター個人の発表によるものだったら成立してたと思うんだよな。そうね。その場合午後系女子という切り取り方はしなかったでしょうね。その後、キリンビバレッジは当該ツイートを削除し、5月1日に謝罪。炎上ツイートが、午後の紅茶に親しみを感じていただくために、イラストレーションを活用した企画であったことを公表した。なんでも、企画段階から叱るべき社内手続きをしていたが、こうした炎上は予測できていなかったとのこと。あちゃー。複数の人間が関わっていても、この企画が炎上する可能性を予測できなかったのか、となるとこの炎上事件はどう頑張っても不可避だったってことね。キリンビバレッジの言い分を信じるとそうなるな。これってやっぱバズりと炎上は紙一重ってことなのかしら。その側面はあるだろうな。多少過激な企画の方が受けがいいのは間違いない。炎上せずにバズらせる嗅覚を鍛える必要があるわけか。難しそう。お次はシャープ製品の大炎上事件を紹介しよう。今度は家電。シャープ製品公式アカウントは、2017年6月26日に、任天堂が、任天堂クラシックミニ、スーパーファミコンの告知をしたツイートに対して、面白そうだけど、冷静に、私の思い出、かっこ年代的にボリュームゾーン世代より少しずれていることが大きい、お勝ちに、換算してくと、と、スーファミミニの収録ソフトの価値を独自に換算するという暴挙を行った。中には、価値ゼロというソフトもあったみたいだ。これぞ本当の余計なお世話。この投稿に対して、名作ゲームの価値を0円にするとは何事か、といった批判が集まり、大炎上。っていうか、シャープの公式アカウントって企業ツイッターの中では、
かなり人気のアカウントじゃなかった？担当者の方が相当優れたバランス感覚を持っていたと思ったんだけど、それがなんでこんなミスをしちゃったわけ？霊夢はどうやら勘違いをしているようだな。今回炎上したのは、シャープ製品の公式アカウントであって、シャープ株式会社の公式アカウントではない。霊夢が言ってた人気のアカウントはシャープ株式会社の方だ。あ、炎上したのは別アカウントだったんだ。その通り、先のツイートをしたシャープ製品公式アカウントは、その後投稿を削除すると、28日には不適切な発言だったと謝罪。7月10日には、シャープ株式会社公式アカウントが、炎上したシャープ製品アカウントの運営終了を報告。それとともに次のような発言をしている。インターネット、特にツイッターは誰かが好きなもの、思い入れのあるものを共通項に人々が繋がり合う側面があると、私は思います。だからこそ企業アカウントはどんな時も、誰かの好きや思い入れを否定することは決して許されません。本当に申し訳ありませんでした。さすが本家の公式アカウントはしっかりしてるわね。それにしてもシャープ製品はなんであんないらんことを言っちゃったのかしら。おそらく世代的にスーファミに思い入れのある方が担当してたんじゃないか。それで、自分の思い入れのあるタイトルが入ってないことに物申したくなったのか。いやいや、それこそ個人アカウントでやってよ。確かに、企業アカウントでやる意味は全くわからない。スーファミという親近感を誘うアイテムで共感を呼びたかったんだろうけど、共感を呼びたいなら価値の押し付けは NG だよな。お次はタカラトミーの大炎上事件を紹介しよう。おもちゃメーカーが一体何を？タカラトミー公式アカウントは、2020年10月21日、こんな不穏なツイートをした。とある筋から入手した、某小学5年生の女の子の個人情報を暴露しちゃいますね。この文言の後に、誕生日、星座、身長、体重、電話番号を書いて、リカちゃん人形の写真を添付したんだ。ただのど変態やないけー。このタカラトミーのツイートは、もちろんリカちゃん人形の宣伝のためのものだが、現実の少女へのわいせつ行為を喚起させるとして大炎上したんだ。タカラトミーはそもそもなんでこんな攻めたツイートをしたわけ？実はその日、個人情報を勝手に暴露しますというハッシュタグが、トレンド入りしていたんだ。ああ、それでこのハッシュタグに寄せるためにこんな気持ち悪い文言にしたのね。そういうこと。その時々のトレンドをツイートに取り入れることは、バズらせるための重要なポイントの一つだけど、トレンドにこだわるあまり、気を見ても理を見ずというか、気づけば超えてはいけない一線を越えていたんだろうな。ちなみにタカラトミーは以前にも、8月2日のパンツの日に合わせて、リカちゃんのパンツセットの画像を貼り、パンツパンツ、とアスキーアート付きの投稿を行っていた。タカラトミーのツイッター担当者は2チャンネラーなのかしら。アスキーアートといい、ノリが2チャンネルそのものだよな。匿名掲示板なんかではしゃいでる分にはギリセーフだけど、公式アカウントでこれは、企業が少女への犯罪を誘発してると思われても、仕方ないわよね。ああ、そもそもリカちゃん人形の購買層って主に女の子がいるご家庭じゃん。自分の子供がそうした犯罪に巻き込まれるなんて絶対に避けたいわよね。トレンド入りすることとか、バズることに注力するあまり本来の購買層を見失うというか、誰に向けて何のためにツイートをしていたのかを完全に忘れてたよな。担当者がバズの魔物に取り憑かれてたわけね。8月2日のツイートで炎上しなかったから、それで味を占めたのかもしれない。その可能性もあるわね。炎上後、タカラトミー公式アカウントは、表現について至らぬ点がございましたことを心より深くお詫び申し上げますと謝罪。それからというもの、2チャンネルのりはなりを潜めている。お次はタイツメーカーの厚木の大炎上事件を紹介しよう。今度はタイツか。ほんと、ジャンル関係なく炎上しまくってるわね。厚木公式アカウントは、2020年11月2日のタイツの日に合わせて、ハッシュタグラブタイツと名付けたキャンペーンをツイッター上で展開した。どんなキャンペーンだったの？30人のイラストレーターに、厚木のタイツを着用した女性のイラストを投稿するよう依頼したんだ。投稿してくれたイラストは厚木公式アカウントでリツイートして PR した。なんとなくその後の展開が読めたわ。霊夢も気づいたか？厚木公式アカウントがリツイートしたイラストの中には、女性がスカートをまくし上げたものや、下着が見えそうなものが含まれていたんだ。多くの場合、タイツは女性が履くものだから女性をターゲットにした。イラストにすべきだったのに、男性をターゲットにしちゃってたのね。そうそう。こうしたイラストが投稿されるや否や、女性がタイツを履く喜びじゃなくて、タイツを履く女性を鑑賞する喜びの表現になっている。タイツは防寒具として履いているのであって、男にタイツ姿いいなぁと思われるために履いてるわけじゃない。防寒やオシャレのためのタイツを性的な目で見ているのが怖い。という意見が相次ぎ、大炎上。このキャンペーンで女性の購買意欲が湧くわけないわよね。そもそもこの厚木公式アカウント、
今回の PR 騒動の前からプチ炎上していたんだ。なぬ？エロ要素のある特定のイラストレーターさんの告知ツイートをリツイートしたり、先生の携わっているものすぐ買っちゃう、とツイートしたり、そのイラストレーターに直接、お誕生日おめでとうございます、とリプをしていて、公式アカウントを私物化してるのでは？と言われてたんだ。じゃあ今回の炎上も起こるべくして起きたって感じね。ああ、厚木の炎上も、タカラトミーと同じく自社の製品を誰が買うのかを考えずに、ただバズることを優先しすぎた結果、発生したものだと考えることができる。炎上の翌日には厚木公式アカウントが謝罪を表明するものの、この炎上を機に厚木社内の女性社員比率の低さなどもツイッター上で暴露され、その炎はより一層激しく燃え上がった。内部に男性しかいないから、こんな企画もまかり通っちゃったのかもね。厚木はその後、コロナ禍による在宅勤務の増加や外出自粛により、ストッキング類の売り上げが減少、ついに希望退職者を募集するに至った。厚木の終わりの始まり、ただでさえ在宅勤務の増加でストッキングの売り上げが減っているのに、自爆 PR で購買層を大幅に失ったものだから窮地に追い込まれてしまったわけだな。本来なら自社の売り上げを増加させるための PR で顧客を失うなんてシャレになんないわね。今日の解説はここまでだ。どうだった？霊夢よ。バズりと炎上は想像以上に紙一重ってことが分かったわ。企業としては注目を集めるために何としてもバズらせたい。だから炎上一歩手前の攻めたツイートをしたいっていうチキンレースにハマってるわけね。そうとも言えるな。せっかく大切に育ててきた企業アカウントも、一回の炎上で一気にマイナスに転落する。だからこそ、炎上しないためのシステム作りや社員教育は必要だろうな。ああ、近くて遠い SNS マーケティング。さて、今回の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとう。動画に興味を持ってくれたら、高評価とチャンネル登録をよろしくね。ご視聴ありがとうございました。